これは見せ場。うん、いけないですね、やっぱり膝が手の全然、踏ん張りが効かなかったですね、一箇所悪いとダメなのかなという気がしますね、これは投げっぱなしに行った方がいいですね。うちの選手と戦ってる時とそう変わらないとは思うんですけれども、うん、今おっしゃったようにやっぱり技の数が少ないっていうことは結構大きなメリットです、ね、そしてこれ出すか、ジャーマンですね、はい、カウント2、そうですね、だからジャーマンに頼り気味なんですよ ね、どうしても頼ってますよね。もう一回行くぞ、今度は行くのか、あーローリングジャーマンに行こうというところなんですが、やはりちょっと前半の腰への集中攻撃で今回りきてないですね、回りきれませんでしたね、もう一回挑戦しますか、頑張れ、いや、いつもならローリングジャーマンに行くタイミングなんですよね、そうですね、やはり腰予想以上にキャンディーの腰、今のはまさにあれじゃないですか、月面飛び、見たこともなかったですよ、今伸身の2回ひねり、ね、すごかった、でもオーバーじゃなくやっぱりそのショルダータイガーマスク見たところ衝撃受けますよね、はい、あ、そして今度はボリショイが飛んで、そしてリング上では、あ、これはオクソ得意技ローリングジャーマンの体勢だ、さあ1回2回ぐるぐると回っていくローリングジャーマン、すごい、あれがあります、オクソもう一発いきますか、4連発だローリングジャーマン、ここでもう、まだ行く、まだ行きます、リング一周しますか、これは、あ、まだ行きますよ、山本さん、あ、もうここは思いっきりやってほしいですね、本当に、もう一発いった、あ、一周しました、ついにもうこれジャーマン何発やったんでしょうか、アサリは大丈夫か、カウント通過、カウント2、まあ、これもらっちゃしょうがないですよね、いやー、奥津素晴らしい、このシチュエーションの中で奥津選手がフォール取るっていうのは大変意義が深いですね、いやー